皆さんおはようございます。皇室の話題どうぞよろしくお願いいたします。今回取り上げるニュースはこちらです。眞子さま極秘出産、子供は1歳半になりました。記事の一部を引用してお伝えします。子供生まれたら今度はその子が小室2号となって皇室に揺さぶりをかけてくる。なんとか阻止したいがどうにもならないね。皇室は終わりを迎えるでしょう。この動画がいいと思ったらチャンネル登録高評価をしていただけると嬉しいです。その内容をお伝えしていきます。早速見ていきましょう。1、眞子さま極秘出産。2、眞子さまはいつ妊娠した。3、眞子さま妊婦姿。眞子さまが激太りした時、ネットの匿名掲示板では眞子さまは妊娠していると噂になりました。特に妊娠中や出産した女性からは、眞子さまは妊婦の体つきを、あれは授乳中の胸という指摘が多数。女性を中心として眞子さまの妊娠はまことしやかに噂されました。たとぴで実はもう出産済み説あったでしょ。それ本当かもしれないって気がしてきた。だってこの二人ならやりかねないもん。目的のためなら何でもする男と、頭が足りなくて男の言いなりになる女。眞子が一時期太ってた時、うちの母親がすごいお腹、まるで妊婦じゃないのと言ったの。私がただ太ってるだけでしょと言ったら、そう、でもこれじゃ妊婦の体つきよと答えた。冗談のつもりだろうけど、経験者が見たらそうとしか思えないってことよね。お腹だけではなく胸も張ってたしね。そしてなぜか10ヶ月後か半年後かにぺったんこお腹で出てきた。なんかさ、お腹よりも胸が授乳中の私のシルエットにそっくりだったんだよね。眞子さまと小室圭さんの結婚を堅く何も進める理由はすでに子供がいるからなのでしょう。眞子さまはいつ妊娠出産したのか検証しました。2、眞子さまはいつ妊娠した。眞子さまはいつ妊娠したのでしょうか。2019年7月、眞子さまがペルー訪問した時に妊娠した可能性があります。眞子さまは日本人移住から120周年を迎えた南米ペルーやボリビアなどを訪問し、記念式典に出席しました。しかし今回の公務は記念式典出席だけが目的ではありません。アメリカ西海岸を経由し小室圭さんに会うことも今回の公務の目的でした。実際南米公務先で小室圭さんの目撃情報があり、この時に眞子さまが妊娠したと考えられます。記事後半で説明しますが、12月のご公務ではぽっこりお腹でまるで妊婦のシルエット、お腹がどんどん大きくなる2月と3月、眞子さまは秋篠宮邸の外での公務なく、勤務先のインターメディアテクは2月25日から6月30日まで休館。出産時期は2020年3月下旬から4月中旬の期間は、眞子さまが公務などで外に出ることはありませんでした。そして2020年6月の皇准皇后20年式年祭では、出産後のぺたんこお腹で拝礼。しかし横から見た眞子さまのバストは張りがあって大きいので、まるで授乳中のような胸と言われました。3、眞子さま妊婦姿。2019年12月10日東京六本木の映画館でチャリティー上映会が開催。当時アナ雪映画鑑賞が公務と言われましたが、会場で集められた募金は台風19号の被災者に送られました。眞子さまは太ったのか、洋服の丈が短いのか、お腹周りふっくらして見えます。当時はアナ雪のエルザを意識した衣装と紹介されましたが、その言葉を吹き飛ばす妊婦体型。ほっそり華奢な恵子さまと比較すると、28歳の眞子さまは妊婦さんの体型そのものに見えます。2020年6月16日、皇准皇后20年式年祭では、すでに出産後の眞子さまと言われています。ぽっこりお腹はへこんで、
すっきりしたシルエットなのがわかります。しかし、眞子さまを横から見えると、バストの大きさに目が行きます。授乳中は乳腺組織が発達して胸が大きく変化することから、まるで授乳中の胸に見えるとの指摘。2020年春に出産していれば、眞子さまの子供は現在1歳半。強引に結婚準備が進められているのは、眞子さまが未婚の母とならないための配慮と考えれば納得です。この記事皆さんはどう思われましたか？ではこのニュースを見た人々の反応を見ていきましょう。眞子さまに娘が生まれ、その娘が小室さんみたいな人物と結婚したいと言われたら、反対するはずです。国民は眞子さまが好きだから小室さんとの結婚することを大反対。相手のことが好きな時は本性に気づけません。一度冷めた時、世間の国民の意見が正しいと理解するはずです。眞子さまの幸せを願うと絶対に小室さんとは結婚を破談にするべき。今からでも遅くはないので結婚はやめるべき。こんなにも祝福されない結婚があってもいいのか。結婚し子供が生まれてきても子供が本当にかわいそう。これほど皇族の結婚相手としてふさわしくない人は小室さんだけでしょう。眞子さまのことを思う人は反対して本当に心配してくれているでしょう。そう、向こうで出産すると永住権がついてしまう。80年前に解体できなかった皇室に首輪をつけられる。国家に友はいない。その危険性を考えずにホイホイと出そうとする秋篠宮家と日本政府には失望を禁じ得ない。しかし、蒸気プランを無効にする手段はあります。秋篠宮家が皇籍離脱すればいい。悠仁さまは別の宮家を建てるなり、なんなら旧宮家から職業天皇と割り切って立体視してもらう。天皇が為政者に権威を与えることで成り立つ日本は独裁者が出にくい。この構造を守ることが大事で、別に秋篠宮家でなくてもいいって国民が割り切れば解決です。妊活は甘く見ない方が良いけど、こういう人たちに限ってすぐ妊娠する。下津夫婦みたいに交際3年順序踏んで結婚しても3年間不妊もいるし、両家に結婚承諾挨拶結納入籍結婚式と親の意向を組んで自費でちゃんと儀式したんだけどね。普通の家庭の私ですら結納も結婚式もしたのに、皇族が儀式なしとか論外だと思います。どこぞのなんちゃって王族になり下がった夫妻のように子供が利用されるんでしょうね。それを考えただけで子が不憫です。マスコミの情報操作はここのところひどいと感じています。それは皇室問題だけではなく、コロナ関連なども含まれます。記事の若干暴走気味な内容はともかくとして、後々に遺恨を残さないためにも破談一択しかありません。天皇一家含め皇室が止めない、政府が止めないのであれば国民が声を上げ続けるしかない。こんな現実味のない馬鹿げた結婚は許してはいけない。創作小説でももっとマシな設定ですよ。どこにも救いがない結婚してどん底に突き落とされたいマゾ癖でもない限りお断りでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録を押していただけるととても嬉しいです。皆さんの感想もぜひコメント欄にお寄せください。それではまた次回のニュースでお会いしましょう。